たままだってごまかし笑っていた。足りなくて補って届かなくて、誰もがきっと見失って生きづらさの理由を知る。こくとはまだ続くか、一息で貫くためには少し苦しいだろう。許せいっぱい我らが行くことを、今埋める時を身を溶かしゃき切れても、道だけは続いている。その美しさもあれにも大概に切れる中で、残り数寄せ集め、まだ進んでいけ進んでいけ、吉原の花、高尾太夫との約定により由衣小説の行方を探る伊織とセイバーだが、その行く手を豪華が阻む。遠佐の声に応じるがごとく群がり集う義の担い手たち。思惑渦巻く戦場にて影が迫る。いおり、この香りは何だろう。どこからともなく漂ってくるこの絵も言われぬ香りは一体。ずいぶん肝が据わっているな、セイバー。突如として矢の雨に襲われたかと思えば、たちまち隙をつかれ、あれよという間に連れ去られ、見知らぬ屋敷の見知らぬ座敷に通された。今や我らは何者かの手の内だ。それも相当に使う何者かだ。このありさまでその余裕ぶりとはまた。この香り、長屋では嗅いだことのないものだな。味噌や醤油とは異なるが、とても食欲をそそる香草の類だろうか。セイバ、隙をつかれたのも誰かの手の内にあるのも君だけだ。私は弱いよりに付き合わされている身で、それ以上でも以下でもない。私のことより仕掛けてきたものへ意識を向けろ。俺の話をしているようだな。挨拶が遅れてすまなかったな。お前たちをここへ連れてきたのは俺だ。間もなく膳が運ばれてくる。手際が悪くて恐縮だが、何分人が少なくてな。貴殿がこの屋敷の主か。いかにも。俺は帝子龍が一子、帝成功という。そして彼は我がサーヴァント、アーチャーだ。以後よろしく頼む、セイバー。そしてセイバーのマスター、宮本伊織と呼ぶべきかな。すでに名を知られているか。帝成功、東土のものか。それにあのサーヴァント、まずは不意打ちの非礼を詫びておく。すまなかったな。
いや、むしろ我らは窮地を救われたも同じだろう。セイバー、アーチャーと刃を交えなかったのは特に害意は感じなかったからな。ならば利用するまでだぞ。戦場からの離脱に利用したというわけか。帝聖子、二つ尋ねたい。ここはイズコだ。そして貴殿は何故俺たちをここに。うん、承知した。では一つずつ答えようじゃないか。まずここは赤坂のとある屋敷だ。俺の隠れ家の一つでね。工房というよりはまあねぐらか。東土の者が江戸に暮らすとは驚きだ。魔術師の恐るべきところということか。しかし貴殿はむしろ術者というより武能。いっそ憔悴と言われた方が収まりが良い。ほうほう、憔悴ね。なぜそう思った？貴殿は武人だろう。見ればわかる。そして立ち居振る舞いの気配、剣客ではなく多くの上に立つ憔悴の威風がある。なるほどなるほど、そうか、面白い。とはいえ、うん、これは長い話になるだろうし、おいおい話すとして、先に第二の問いに答えよう。何故俺はお前たちをここへ連れてきたか。端的に言えば、協力の提案だ。無論あくまで一時的な協力、共闘の提案だとも。最終的に得られる栄月は一つきりだからな。といったところで、にわかに信用されまいことは分かっている。栄月の義の本質は七人七鬼の殺し合いだ。協力共闘などにどこまで意味があるものか。だが今回の申し出には互いにとって意味がある。そう俺は考えているのだよ。ふむ、本気のほどを見せようか。アーチャー。ああ、宮本伊織並びにセイバー。ん？お前たちが申し出を受けるのならば、私は速やかに私の身命を明かす。ああ、恩に着る、アーチャー。お前の意を汲んだだけのことだ。本気か？もちろん偽るつもりもない。腹を割ってみせるというのはこういうことだ。帝聖子、俺たちと力を合わせ何をなす？蛇を倒す。蛇？手だれの英霊アサシンだ。単独ではどうにも仕留めきれずに参っていてな。協力者を求めていたところだ。アサシン、師匠に任せたあのサーバントか。そこにお前たちが来た。あとはわかるな。いやいや待て、アーチャーも相当の手だれと見た。その鉄の雨をもってしても打ち破れぬ相手だと。口惜しいがその通り。奴は一筋縄ではいかん相手だ。蛇を操るあのアサシン、どうにもやりにくい。大量の毒蛇大蛇を操り、たちの悪いことに一匹一匹の蛇毒も強力だ。奴一気に俺の配下は大打撃を被った。奴自身は神出鬼没、短期で各霊地に現れ大蛇の軍勢をその場に表す。あれを繰り返されてはイズコの霊地にも手が出せん。複数の霊地に現れたなら
はぐれのサーヴァントではないのだろうが、なぜアサシンと言い切る？刃を交えたからな。どうにか退けはしたが、九死に一生を得たといったところか。この首に手をかけられる寸前までまるで気配がなかった。微塵もだ。気配遮断、アサシンの能力だ。アサシンのクラスを有するサーヴァントはとりわけ己の気配を殺す術に長ける。この私さえ気配を察せぬほどだ。なるほど、厄介そうな相手だ。アサシン、忍びの類のサーヴァントか。ヘビか。セイバー？いや、九段のアサシンについてだ。ヘビがどうのという話だろう。神々の類なら覚えがあるが、イオリはどうだ？蛇の木に心当たりは？さっぱりだ。妖物魔物の類にはとんと縁がない。この儀が始まるまでは怪異や幽霊の類さえ目にしたことはなかった。マスターの素養がありながらか。それは少々意外だな。そういうものなのか？そういうものではないのか？なんだ、アーチャーとセイバーは存外気が合うか。ま、わからぬものをいくら考えても時の無駄だ。かくいう俺も邪界の言い伝えについては増えてだ。ともかく協力共闘を申し込む理由は以上だ。奴を倒すにせよ、正体を探るにせよ、あるいはマスターの居所を探るにせよ、俺とアーチャーの一組では少しばかり荷が重い。何しろ江戸は広い。そうだろう？それはわかるな。うん、わかる。そうだろう、そうだろう。ああ、おおむね話はわかった。だが、何故俺たちに話を持ちかける？ああ、それか。簡単な話だ。お前を見てこれだと思った。お前にはきっと俺と同じものが見えている。そう感じた。それだけさ。ああ、ま、単純に考えてもいいかもしれんぞ。敵の陣営は一組減り、味方の陣営は一組増える。悪い話ではないはずだが、どうだ？うん、悪くない。伊織、何を迷うことがある？早く決めろ。ほら、どの道全てのサーヴァントには倒れてもらうのだから。ああ、わかった。その申し出を飲むぞ、帝聖子。おう。うんうん、飲むぞ。飲んだのだから神明だ、アーチャー。構わないな、マスター。無論、もったいつけずに教えてやるといい。ああ、では、我が神明周黄金、孫家の神だ。みだりに口にはしてくれるなよ。周黄金、大陸は孫悟の軍師周瑜か。ほうほう。ならば、あの時戦場に落ちた巨大な影は老戦だ。アーチャーの宝具の一端とだけ言っておこう。宝具、その英霊の象徴にして最大の力。あの世、君に咎められた私の剣もそうだ。神明に紐づくゆえ、軽々に名は言えぬ。なるほど。己の象徴を携えて写しをに至る者、それが英霊か。しかし、
かの三国志に語られる名将。今更ながら、英傑の義とは何とも凄まじいな。同感だ。全くもって同感だとも。本来ならアーチャーは俺のような若輩者が貸し付かせてよい相手ではない。詳しくは聞かないが、そちらのセイバーもさぞかし名のある英霊なのだろう。知らないとはさすがに言えないな。旦那様、夕げの支度が整いました。おっと、ちょうどいい。話もまとまったし、食事の支度も整ったようだ。となればやることは一つだけだ。俺はもう喉が渇いて仕方ない。聞いておきたい話もあるしな。今晩は同盟締結を祝す宴と行こう。今宵はなんともうまい酒が飲めそうだ。東都の宴というのはすごいな。うむ、良いものだった。なんというかな、味わいが多彩であった。締めにお身をつけがあればさらに良かったやもしれん。帰ったら支度しよう。その前に礼を言っておかねばな。地層になった。かたじけない。なあに気にするな。お前たちの健談ぶり、クリアの者も喜んでいたぞ。俺としては飲み足りんところだが、さすがにお前たちを付き合わせるのはな。いくら飲んでも顔色一つ変えんとは、小水殿は相当な上ばみと見た。この国の酒は妙に口に合うというか、こう水のように飲めてしまってな。俺が和人の血を引いているからかもしれん。なんなら育ちも平戸だしな。なるほど、道理で流暢に話すわけだ。いやしかし、久しぶりに愉快な宴だったよ。お前が戦う理由も聞くことができた。江戸の平穏が乱れ、婿の民草が死ぬ、それは良くないだったな、伊織。ああ、それが聞けてよかった。お前とはやはり近いものを見ている気がする。俺が英傑に願うのは民の再興だ。誰もが虐殺と侵略に怯えずにいられる国を民の陛下の名のもとに取り戻す。ふむ、大言だがなかなかの息だな、帝位成功。褒めてくれているのか。これはありがたい、セイバー。褒めている。だってその願いはきっと尊いものだ。マスター、失念しているものがあるだろう。おっと、そうだった。お前たちにはこれを渡しておく。これは福建で名のある同志から譲り受けた霊槍でな。原型の細具にちなみ廃坑とでも呼ぼうか。遠方にいる者と顔を合わせずとも話ができるという代物だ。おう、それはマスターとサーバントの中には音なき琴の葉を使うことがあるというが、それを余人と行うのか。戦のありようが変わりかねんな。そう思うだろう。だがいざ使うとなかなか欠点が多い。まずこれは片割れを持った相手としか話せん。その分余人に聞かれることもないが、
それから魔術としてはかなり脆弱だ。他の魔術師や怪異にたやすく阻まれる。出先で使うのはまあ正直あまり進められん。だとしても破格の代物だろう。ありがたく使わせてもらう。あとはそうだ、これも持っていけ。こちらは俺からの手土産だ。これは呪符か。ああ、限られた範囲に防御の結界を張るものだ。鉄錆に作ってみた品だが、お前の使い方次第では役に立つだろう。結界か。大した術者だったか、貴殿。そう言われるのは嬉しいが、かじった程度だ。あまり期待してくれるな。ま、はっきり言って俺自身の技量は並だ。なんだそうか、イオリと似たようなものというわけか。そうかもな。ともかく感謝する、帝聖子。遠慮は無用だ。最後に一つ忠告しておく。英月の義の要は霊脈だ。忘れるな。霊脈を確保して得られる魔力は人知を超えた英霊たちと渡り合うのに必要だ。ゆえに霊脈は他のマスターとの争奪戦となるだろう。抑えられる霊脈は必ず抑えろ。それが機を勝ち抜くことにつながるはずだ。さて、俺からはこんなところか。先刻は驚かされた。よもや老船が空を行くとは。うむ、あれはなかなか良いものだった。大きなものが飛ぶのはこう好きだ。イオリも好きなようだな。好き嫌いの話ではないが、まあ嫌いではないな。そうだろう。我が船は宝具の一端、いわば神秘の巣になれば空行くこともある。かつてもあの老船は飛んだのか、その空を。さあどうだろうな。何しろ古の時代だ。飛んでいてもおかしくはない。古の大陸の戦とはいかなる。しかし宝具の一端か。ああ一端だ。とはいえ軽々に使えないのは同じこと。巨大な船は嫌が王でも人の目につく。見る者が見れば我が神明を看破されかねん。確かに貴殿はあまりに高名だ。老船から名を浮かべる者もいるだろう。宝具とは英霊の象徴。そのあり方は様々だが、逸話、伝説、生前に振るった武器、セイバーの言った通り神明に紐づく例は多い。神明が分かればいかに強力なサーヴァントでも生前の逸話などから弱みをつかれかねん。セイバーの振るった水の剣、禁じ手としたのは英断だったな。ま、よりその顔は。私に剣を抜くなと言ったのは正しかったなどと思う顔ではあるまいな。わかるのか。わからいでか。確かに私の剣は私の象徴たるものではあるが、抜かば必ずや切る。それで事足りる話であろうに。うん、ダメだ。江戸の町までなぎ払いかねん。ブーブーじゃない。まあうまくやることだ。使わねば持ち腐れというのも
一面の真実、要は使いどころという話だ。そうだろう。ああ、今日は世話になった。俺たちはひとまず失礼する。帰り道には気をつけるといい。英月の儀はすでに始まっているからな。ああ。爪も来たくる。よろしいでしょうか、宮本伊織殿。貴殿は同志の蔡玉蓮と申します。以後見知りおきを。刀人の同志ならば帝の部下か。用向きは。伊織殿に稼ぎ口をご案内したく。ほう。英月の儀にあたり我らは陰ながら市中を駆け巡っております。となれば江戸の民の声を聞くこともあり、特に困りごとの類など。口聞きされるのはありがたいが、そちらに何の利がある。将軍のお考えなのです。英月の儀によって江戸の民が傷つくことを将軍は望んでおられません。なるほど。近頃の困りごとといえば、確かに怪異の類が云々をよく目にする。ご敬願です。江戸市中に現れる妖物魔物はおおむね英月の儀が引き寄せたもの。無論民の困りごとのすべてが怪異絡みではないのでしょうが。放っておくのは気が引ける。そうだな。そうかそうか、善だな。見上げたものだ、テイメ。どうする、イオリ、テイの善に付き合うか。義によって傷つく人の亡きように、それはきっと人として正しきことだろう。それにあれだぞ、銭を稼げば米がたんと食べられるな。そうだな。わかった、受けよう。他者します、伊織殿。ではいつでも私にお声掛けください。神田へは迎えずじまいか。本来の目的は果たせなかったが、その分収穫は多かったさ。うん、新たな協力者ができたのは喜ぶべきことだな。ああ、いろいろと土産も受け取ってしまった。ここまで至れり尽くせりだと罠を疑いたくなるほどだ。好んで卑劣な手を使う輩ではないだろう。あれはどちらもそういう感じがする。好んでか、含みのある言い方だな。戦場では打つ手をそうは選べぬからな。私の知る限り戦とはそういうものだ。大陸のそれには詳しくないが。肝に銘じておこう。ところでイオリオ、その重負、それなりに手が込んでおるではないか。鉄錆に作ったようなものとは何とも、また照れ隠しここに極まれりというやつじゃの。確か結界を張れるのだったな。早く帰って試してみよう、イオリ。あれは。昼はあんなににぎわっていた市場も、夜にはかくも静かなのだな。ここは青物市場だな。旬の野菜や果物を扱っている場所だ。はあ、ならばお身をつけの具材もか。おー、よりどり緑か。好きだな、お身をつけ。ま、そうだ。
一休みするか。